今日はルッチで初の内装しようと出場です。このくらいの上手が全然入ります。ですが、月が青いわけではなく、一月に2回見れるという、2回目の月がブルームーンというそうですね。現在月は南よりちょい東側。はい、正面左にスカイツリーが見えてますけど、どうでしょう。映ってますか。でね、首都高を走るのも随分久しぶりです。というかこっちもに入ったのは初めてかなと。その方面、環状線方面に入るのは初めてかもしれません。まあ、大体首都高を使うときは羽田空港行くときぐらいしか使わないのでね。都心に抜けるときは下道通って抜けちゃいますので、いいね、スカイツリー、いいよ。東京の夜を、ね、満喫したいと思います。まもなく箱崎ジャンクションです。箱崎ジャンクションを抜け、C1 を外回りに入ります。ちょうど、ね、正面にブルームーン見えてますか。綺麗ですね。ルクシーンじゃね、解像度悪くて汚いと思いますけども、ご了承ください。でもいいな、夜の首都高なんて車で遊んでた時以来だ。さあ、この辺合流が複雑に入ってきますので注意しましょう。まあ、複雑といっても左から2回入ってきますね。でこれを左車線に行くと外回りに入ります。ちょっとブレーキランプが続いてますね。注意注意。汐留駅ですね。あ、ブルームーン見えるかな。これから、ワンワン方面、ブルーブリッジ、あ、ブルーブリッジじゃない、ブルームーンブリッジに渡りますよ。月の、ね、位置がちょうどいいと、いい位置にあると綺麗ですけどね。ちょっと期待してますよ。さあ、左に、ちょっと行ってみますよ。はい、いい感じ。
右上のブルームーン見えるでしょうか。映ってるかな。左に曲がっていきますので、お月さん、ブルームーンとしばらくお楽しみください。